日曜日には何をする？雨。まだ降ってる。天気予報だと今日はずっと雨みたいよ。へえ。せっかく私も休みだし、家族で公園に行こうと思っていたのに。うん。ぐんまちゃん、退屈してるみたいだね。お兄ちゃん、遊ぼう。何の遊び？今日は家族4人揃っているから、いろんな遊びができるぞ。楽しみ。ぐんまちゃん、何がいいかしら。楽しい遊び、楽しい遊び。うん、うん、楽しい、楽しい。うん、うん、楽、うん、うん。ぐんまちゃん、楽しくない。大丈夫？お兄ちゃん、ぐんまちゃんにばかり決めさせるなんて不公平だよ。じゃあどうしよう。ああ、今からお父さんがぐんまちゃん、え、お母さんがゆうみ、まあ、ぐんまちゃんがお父さんになって、ゆうみがお母さんになるんだ。え、ほほう、成り代わりゲームだね。面白そうね。やろうやろう。もうみんななっているんだよ。私はお父さん、ぐんまちゃんとゆうみのお父さんです。私はぐんまちゃんとゆうみのお母さん。うん、ぐんまちゃんです。今日は何して遊ぼうかな。やだわお兄ちゃん、今ゆうみたちと成り代わりゲームをやっているところでしょ。え、そうだったっけ。どうした、ぐんまちゃんは忘れっぽいのかな。子供たちはまだまだ子供ね。あら、お父さん、お腹が鳴っていますよ。うん、何か食べたいよ、お母さん。え、お母さんとしてはゆうみに何か作ってほしいんだけど。ゆうみ、やだ。え、お母さんが作ってあげてよ。ぐんまちゃん、お菓子屋さんでお菓子を買ってきなさい。お父さん、お金をください。お金。お小遣いは大人が子供にくれるもんだよ。いいな、ゆうみもお小遣い欲しい。お小遣いちょうだい、お小遣いちょうだい、お小遣いちょうだい、お小遣い、お小遣い。お父さんやめた。お小遣い。今からぐんまちゃんはお母さんで、ゆうみがぐんまちゃん、お父さんがゆうみで、お母さんがお父さん。お父さん、ぐんまちゃんがお腹を空かしているみたいだけど。そうなのかい、ぐんまちゃん。ぐんまちゃんはそんなにお腹空いていないよ。え、お母さん大丈夫みたいよ。お兄ちゃんお腹空いてないって。さっきぐんまちゃんのお腹鳴っていたもの。それはお兄ちゃんじゃなくてお母さんだったわ。そうそう、ぐんまちゃんじゃなかったよ。あ、お母さんの勘違いだったのか。お母さんやめた。じゃあ今度はどうするんだい。どうするの。どうする、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 どうする。お父さんはぐんまちゃん、え、お母さんはぐんまちゃん、私も、ゆうみはぐんまちゃん、え、ぐんまちゃんはぐんまちゃん。雨。雨。
雨。あ、雨。うわ。まだ降ってる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 。今日はそんなに癒すものがありませんでした。でも群馬パワーって言葉の響きいいんですよね。群馬ちゃんのお父さん、群馬ちゃんのお母さん、群馬ちゃんの妹ゆみ、群馬ちゃん。退屈な雨の日も家族だと楽しいね。だね。温泉100%!